野崎チャンネル。ちょ、さあということでクライマックスシリーズファーストステージ第2戦今終わりましたね。日本ハムロッテは延長で、阪神対 DeNA はね9回で終わりましたけど、ほぼ同時間で終わりました。ということで佐々木今福島に来ております。明日福島で野球教室です。会津にいます。はい、新幹線の中でもね、タブレットでね試合を観戦しながらね、ホテルに着いてホテルでもね、2試合同時でね、観戦しながらやってまいりましたけども、2試合ねがっつり見ましたけどもね、いやー面白い試合展開でしたけどね。まあまずは行きましょう。日本ハム対ロッテ、なんと大逆転の末3対2日本ハムさよなら勝ち。いやあのまますんって終わると思ったけどね、正直ね。まあね、振り返っていきましょうというところでね、ロッテ先発小島6回3分の1 95球5安打4三振2四球1失点とグッピチ、非常にね、素晴らしかった。そして日本ハム先発金村もね6回3分の2 73球、4安打3三振無四球2失点と、まあホームラン2発というところで、まあ今日ね象徴的だったのが、多分日本ハム初戦負けてやっぱり勢い出していこうと、受け身にならないようにしようっていうところが多分ねミーティングも含めて作戦面であったと思うね。それで何をやったかっていうとね、1打席目9人全員ファーストストライク全員振りましたね。初回もね1番松本ね、初球を振って、ショートゴロ内野安打っていうところもありますしね。で続いて、2番清宮ね、初球のカットボール空振りね、3番の水谷ねワンボール、初球のフォークボール空振りっていうね、4番レイエスもね初球のフォークをファールね。で2回レイエスがね初球のストレートファール、そして、万波も、ワンボールからのスライダー空振りで、タミヤもワンボールからのストレートファール、そして、3回にも、2ボールからファーストストライク初球のスライダーを、マルティネスがねショート、内野安打、そして、水野もね初球のストレートをファール、そして上川畑も2ボールから、ストレートをファールというね、形で 1打席目全員がファーストスイングしっかり、振りに行って、でもこれがまたうまくいかなかったのよ。これがもしねパンパンパンってうまくいっとけばね勢いに乗ってよっしゃーってね行けたところが全くうまくいけなくてね、これが小島佐藤のねロッテバッテリーが、まあ、ここもしっかり見抜いてねボール球を振らせるっていうね、巧みな配球投球でね、全くそのね初球から振っていくぞーね有効にさせなかったっていうところはね、小島、佐藤としてのバッテリーね見事だったし、日本ハムとしてもね見てても、まあ、これで勢い持ってね初球から受け身なんだいに行こうって見えてるけど、何でも振りゃいいわけじゃないんだけどなって思いながらね、でも結局最後にねそれを身を結んだっていうところはね、この凡打になったけどその勢い持って全員がねファーストストライクで振りに行ったところがね良かったのかなと。まあその中でね金村もね非常にいいピッチングしながら、初回ね藤岡にライト前ヒット打たれるけども後続を抑えて2回も三者凡退ね、で3回にも三者凡退で4回三者凡退とね、初回の藤岡にヒットを打たれた伸びでね5回に来るんだけども、ここで2アウトからなんと安田にね初球の変化球をライトスタンドへホームラン、安田クッパ毎年秋口強いね1年間闘争みたいなね、感じの素晴らしいバッティングで、いやこれ昨日と全く同じ展開になるんちゃうかっていうね中で、日本ハムはねなかなか得点もできずね、で7回表ね、角中のライトスタンドへホームラン、ここもねまあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、キャッチャーのタミヤもね、まあミーティングした通りにやってんなと、ね、いうところがね、まあこれもね、うん、悪いっていうのじゃないけどね、金村がね、初球、アウトコースのストレートファール、若干振り遅れ気味、で、若干ちょっと、右肩、右腰開き気味っていうね、で、2球目、ストレート、外ね、ファール、で、3球目、チェンジアップ、アウトコースより、これファール、これももう全開まっすぐ、だからもう、ここら辺、ね、バッターってもうここら辺しか振ってないのよ。ここら辺しか。だから全体的に引っ張りにかかってんなっていうね、ところはこの3球で見えたわけ。でも多分ここはね、ハムのミーティングも含めてタミヤもね、角中は追い込まれるまで引っ張りに来るけども、追い込まれたらノーステップ打法にしてね、逆方向を意識してくる。だから追い込んだらインコースっていう、もうこれ定石通りだから、相手の反応とか全く見ずにね、
こう定石通りに攻めて、結局角中は最後までここしか振ってなかったっていうところでインコースのストレートをね、ライトスタンドにホームランを打つんだけども、まあワンボールツーストライクだから、まあ悪くないんだよ、多分これね、ミーティング通り多分やってると思うんだよね、角中のこの今までのスタイルを見てね。で、今年1年間ね、角中にもそんなに打たれてないと、日本ハムはね。でもワンボールツーストライクだから、ここは細心の注意を払って、もう一回外にチェンジアップとかね、行って見てもよかったよね、確認作業してもよかったかなっていうところで、このホームラン、おいおいおい、前日と全く一緒の展開でデジャブかっていうところのね、2対0、まあ、このままね試合が終わっていくのかなというところで、まあ、7回ね、先頭レイエスがフォアボールで、万波ライトフライで、ここで代打郡司フォアボールでワンアウト1、2塁で、ここで大島からね横山に変わるんだけども、結局この試合フォアボールでね、だからもうね、ロッテはね、何気にね、自滅です。はい、大きい範囲でね、こう小さい範囲じゃない、大きい範囲で自滅っていうね。まあその中でワンアウト一塁から、ここでね、横山がワイルドピッチになるんだけども、足が動いてないのよ、手で行くから、あんなもん止めなきゃいけないの、絶対的に。そんな難しい球でもないし、手だけで行くからミスるじゃん。足が動いてたらね、何の難しい球でもないと思うんだよ。しかも俺、エスコンで試合やって、エスコンのワンパンはもう楽です。本当に。簡単です。ね。しかもあれは絶対止めなきゃいけない。で、結局止めきれないでランナー2、3塁になって、その後ね、マルチネスにショートゴロを打たすけども、もう内野を後ろ下がって1点仕方ないと、同点にされないようにっていうところで、まあ1点取られて、ね。で、その後の水野をね、三振。あの三振も、なんなんやろな。あの高め本当に三振なのかな。でも落としたんだよね、テレビで見ててもピシッってね。だからもしファールチップなんだったら、こうやってやってこうやってストライクやらなきゃいけないのに、見逃し三振張りのジェスチャー、あれどっちなんやろな。あれもし見逃し三振のストライクだったら、もうミスはかわいそうだね。まあ勝ったから笑えるけどね。でもあれがもうファールチップなんだったら、こうやってやらなきゃいけないよね。なんかジェスチャーが意味わかんなかったね、あれね。でもバットに当たってるような気がするけどね。で、ここで1点。この無駄な1点。これ0点にいけてないよ。この無駄な1点が後々になって痛くなんなきゃいいのになって思いながらね。日本ハムはね、8回から山崎幸也。まあダブル先発ね。っていうところで、まあ用意もしててっていうところもあったけどもね。だからこれ金村でスンって勝って、ね、明日山崎幸也でいけたのが最高だったけども、結局この山崎幸也をここに置いとくことによって、その後ね、8、9、10と山崎幸也が3イニング。完璧に抑えたっていうところも新庄采配、グッポイント。山崎幸也もね、ノーヒットだからね、フォアボール2つですけども、ノーヒット、グッピッチャー。しっかり抑えたのもね、サヨナラのね、この流れを持ってきたよね。で、その中で、まあ、9回裏ね、増田が上がりましたとね。まあ、これはね、8回裏に、鈴木が出てきてね、清宮にはヒットを打たれるけども、ね、しっかり抑えて、こう9回増田はね、まあ、もうこう順当の流れ通りっていう中で、先頭ね、レイエス三振。でもレイエスもね、その前の2ストライク目のまっすぐの高めね、抜け気味ちょっと怖いなと思いながらも、最後スライダーね、このインハイからアウトローいい形に乗ってね、ストライクって言ってね。で、次の万波ね、まあ、もう何も考えないで力勝負いっちゃったね、甘いね。だから、まあ、もうちょっと狙えば、初球からだからもうちょっと狙っていけばいいのにっていうところもあるけども、まあ、それがまっすぐのスタイルかって思いながらも、もうエイヤーの力勝負でいっちゃったよね。で、それを万波がエイヤーの力勝負で打ち勝って打った瞬間、レフトスタンドで同点ホームラン、万波、頑張って。素晴らしい。ね。だからこれもよ、ファイターズファンの皆さんがね、7回からチャンステーマ。もうチャンスじゃないけども、7回からチャンステーマでずっと、これもすごいね。だから応援団長の応援団の人素晴らしいよね。このエスコンフィールドもう超満員の中でね、もう7回からチャンスじゃなくてもチャンステーマをずっとかけてね、こうチームの奮起を奮い立たせるっていうね、このファンの人が勝たせた逆転劇っていう可能性も十分あるよね。まあそういったところで万波がホームラン打ってね、でまあもうこれでねハム勝ったなって、もう流れが出来上がったよね。もうマリーンズとしてはもう全く流れない。10回表も三者凡退と置いて、で10回裏ね、増田から沢村に代わって、水野奈良間ね、三振三振、最後奈良間の三振とか150キロのスプリットだからね、めっちゃ良かったからね。その中で松本フォアボールね、7球粘ってね、しっかりフォアボール取った松本が、で結局7回もそうだし、この10回もそうだけども、フォアボールからなのよ。だから自滅やっていうね、ワイルドピッチもあったみたいなね。で、フォアボールで清宮がね、この
あの奈良間が三振したスプリットね、若干高めに、浮いてきたっていうのもね、あるけども、ツーボールからストライク取りに来たやつね、ここでも若干開き気味の抜けてたからね、力みすぎてね。で、それをね、左中間のセンター前ヒットで1、3塁ね。で、ここで、浅間ね、初球見逃し、いや、もったいねえみたいなね。誰しも困ったと思ったと思うけど、いや、初球もったいねえ、いけたやろと思って、多分本人も思ったんだろうね。2球目絶対振りに行こうっていうところで、高めのこんな球、よくあれ打ったね、グバッてやつね、あれを普通ファウルやんな、上からうまくもうかぶせてね、もうあれこそ大根切りだね、レベルスイングでね、ナイスバッティングね。そういったところももう、まあ、あれ打たれた仕方ないねっていうところもあるけどもね、高めね、ボール球だからね、顔ぐらいあったからね、もうこれはもうね、浅間が初球やらかしたっていうところで絶対次打つっていうね、積極性が生んだところだしね、万波の初球ホームランもそうだしね、清宮のツーボールからのファーストストライクもそうだしね、っていうところで、このね、さっきも言ったけども伏線回収っていうところでね、1打席目全員が初球スイングした。で、これがこういうね、終盤も積極的に行こう、負けてても積極的に行こうっていうところで、それが生きた逆転劇ね。最初うまくいかなかったけども、それを回収して最後はうまくいったっていうところでは、日本もね、もう勢い乗って明日もそのままグッていくんちゃうかっていうようなね、素晴らしい戦いだったし、ロッテとしたら結局自滅ね、フォアボールからランナー貯めてワイルドピッチで無駄な1点ね、で最後もフォアボールからで打ち込まれるっていうところではね、勝てるべくしね、勝てた試合を負けちゃったなっていうね、戦いだったし、これ山崎幸也のね、再任も非常に素晴らしい。まあ明日どうなんだろうね、まだ予告先発発表されてないからどうなるか分かんないけども、ここらもね、ファンの皆さんね、やっていきましょう。ひょっとしたら北山かな、どうなんだろうね、北山かな、ロッテ西野か、種市かなね。まあこれでもソフトバンクからすればね、ここ3試合ね、使わせたっていうのはね、かなりのアドバンテージがね、あるんじゃないでしょうか。ということで、今後喋られます。そして、あれ、そうや、終わってからの一丁締めね、いつもやってるけども、もう、あれヒーローインタビューでいいんちゃう？なんかテンション上がるじゃんね。もう、あの場でもうちょっとヒーローインタビューで誰かが聞くみたいなね、感じにして、もうヒーローインタビューのお立ち会いなくして、もうあれをヒーローインタビューにしたら、熱も冷めないやでに、選手が選手に聞いたりしながら、冗談も言って、おお、まあ、なんとかんとかってみんなが言いながら、はい、終わり、はい、で終わりでも、俺はいいんちゃうかと思うけどね。まあ、素晴らしいね、日本ハムの逆転勝利。まあ、ロッテはここからね、踏ん張り切れるのかどうか、ね、勢い乗ったハムをね、明日どうなるのか、また注目していきたいと思います。さあ、続いてセリーグのクライマックスシリーズ、なんと3対10で DeNA の勝利で、 DeNA2 連勝で勝ち抜け、阪神に2連敗で終戦っていうね、形になりましたけどもね、阪神先発、高橋遥人5回8球6安打4三振1球1デッドボール4失点と、初回のピッチング見てたらこんな2回に4点取られると思わなかったけどもね。まあ初回ね、梶原、ファーストゴロね、牧三振、佐野フォアボール出すけども、オースティン3ピンチと、まっすぐもうなってる、いいピッチングやなと。しかもね、DeNA 先発はね、ジャクソン5回3分の2、100球、4安打9三振、4四球、1失点というところで、初回ね、近本中野を連続三振取るけども、森下にね、あのインコース低めのストレート弾丸ライナーでレフトスタンドね、ポール際に突き刺していって、いやこの勢いで今日は阪神かってなったところで、2回の表なんと宮崎ね、レフトへツーベースで、桑原がね、ツーシームをライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁からね、森が、打ったのがね、これポヨンポヨンってね、ファーストの前になってね、まあサードランナー帰ってこれなかったけども内野安打、まああれは仕方ないね、あれをファーストアウトにできない、あれはね、もう不運で、ノーアウト満塁から、8番ね、戸柱がなんとワンボールからね、アウトコースのストレートをね、合わしきって、あれこそもレベルスイングだね、合わしきってね、宇宙間へっていうところで、まあ、若干近本が想定よりボールが速かったのかな、滑った、あそこセンターライトの声かけちょっと中途半端だったのかなっていうところもあるけども、若干ちょっとね、スライディングしながら、こけながらスライディングしながら取ってね、返球がワンテンポ遅くなったっていうところで、ファーストからの森が一気にホーム、森、ぐっそり、この走塁大きかったね。で、ノーアウト二塁になって、ここでジャクソンの送りバント、大山もめっちゃチャージしてきたけども、運よくトゥレーンってね、高く上がってね、で、ランナー三塁。で、ワンアウト三塁から梶原がね、センターフライアウトになったけども、牧がセンターへタイムリー。この一点めちゃくちゃでかかったね。ね。しかも、なんと、ここで3回表から、キャッチャー、梅野に代わりまして、坂本。なんか、SNS 上ではトレンドでね、懲罰交代みたいなあったけど、
これね、雰囲気悪くなんでんな、こういうこと変えちゃうとね。しかも坂本キャッチャー一人しかいないからさ、ここでも梅野変えちゃうと終盤の坂本のところに代打送れないわけじゃん、勝負で。もうそれだったら最初から坂本でよかったんちゃうかっていうね。で結局7回にも6点ビッグイニング坂本も作られてるわけじゃん。雰囲気悪くなんね、正直。こういうのしたら、しかもキャッチャー2人しかいないし、これはちょっとね。まあその後ね、3456とね、0点に抑え切ったんでね、まあっていうところあるけども、俺は握手だったんちゃうかなって思っちゃうんだよね。でしかもね、ジャクソンの好投も見逃せないよね。結局ジャクソンもね、高めのストレート低めの変化球っていうところの、やっぱ今年ね、サトデがね、選評で言ったように、まあデータ通りのね対戦、ジャクソンはね、阪神戦に、6先発して3クオリティスタート、防御率 2.10、 これはねセリーグの中で一番打たれてないと。で1勝1敗ね、被打率2割2分、ウィップ 1.17 っていうところで、でまあ甲子園でもね3先発して2クオリティスタート、防御率 1.53 っていうね中ではもうね数字通りの、活躍ができたかなとね。でまあ高めのストレート、低めの変化球、そして低変化球もねカウント取れたし、制球まとまってたよね。そんなビタビタっていうのはなかったけども、しっかり強い球投げて低めに変化球で、困っても変化球でストライクを取れるっていうところで、まあビシバシね、今年1年間の対阪神打線のね抑えたようなピッチングがね素晴らしくできた。で高橋遥人としてもこのね、2回だけだからね、3回三者凡退、4回もねヒットは1本ね打たれるけども、しっかり抑えて、で5回もね、ヒットは打たれずね。で6回からねピッチャー村上に交代っていうところでは、まあこの集中だね、やっぱり DeNA 打ち勝たなきゃいけないっていうところでしっかり打ち勝ったね、矛盾対決ね、矛の勝ちっていうようなところでしたね。そして勝負は決めたのは何といっても7回表ね、代打フォードね、3ボール1ストライクから引っ張り込んで打った瞬間、ライトスタンドへのホームラン、このポストシーズンのためにフォードを取ってきたのかっていうねところの素晴らしいバッティング。でそこからまたね梶原真希が続いて、ノーアウト1塁からピッチャー村上から富田に変わったところでね、佐野がライトスタンドへ3ランホームラン、もうフォードのホームランでもう流れも含めて決まったなって思ったところで、佐野の3ランでもうこれでもダメ押しで終わったね。その中でオースティン宮崎アウトになって、またこっからね桑原デッドボール、森がセンター前ヒットで、戸柱が2点タイムリーで一挙に6点10対1、ゲームセット。7回森下のタイムリー、そして9回ね原口のホームラン、原口行くバッティングね、昨日もいいバッティングだったけどねっていうところで3点返すけども、 DeNA が、15安打10得点ね。で昨日も10安打だから2試合で25安打、だから戦前の予想通り阪神はねロースコアの展開に持ち込んで、ピッチャーがしっかり抑えて打線が打って勝てるかどうかがポイント。 DeNA としたらね、打線が無類の阪神にね、今年は相性良かったから、しっかり打線が打って打ち勝てるかっていうところがねポイントでしたけども、結局阪神はね、打線がやっぱりね今年 DeNA にあんまり相性良くなかったっていうところで、やっぱり点はあんまり取れないだろうっていう中で、やっぱり投手陣が踏ん張りきれなかったっていうところがね、まあそれは自分たちの良さを見せれなかったから負けてしまった。 DeNA は逆に言うとね、打線で打ち勝つっていうところがしっかりね、できたっていうところがね、この勝ちにつながったんでね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね、ところでは DeNA が自分でやりたい野球をしっかりやって勝ち切ったっていうところでは素晴らしい試合展開だったと思います。 DeNA2 連勝、ジャイアンツ戦どう持っていくのか。でも東が登録抹消してもうね投げられないっていうね、この日本シリーズ向けてどうかだから、東のために日本シリーズへ、2017年の3位から日本シリーズに行ったような展開が DeNA は見せれるのか、ね、巨人はどうなるのか、このファイナルに向けては佐々木がね、またあのファイナル前の、ね、戦い方、ね、見方っていうのをまたね、動画で出しますから、もしね、もうあのそちらもね、チェックしてください。まあ、阪神はね、明日大竹圭の翌先発出たけども、まあ、結果論だけど、やっぱり大竹2戦目でよかったんちゃうかって俺は思うけどもね、まあもう後の祭り、でもまあ岡田監督ね、38年ぶりの日本一にもなりましたしね、優勝2位で、まあ、退任っていうところでね、まあいろんな声もありますけどもね、体調もね、ちょっと崩された面もありますけども、本当にお疲れ様でした。阪神にとって素晴らしい監督、素晴らしい選手であったことは間違いないと思いますのでね、ファンの皆さんも喜んでくれてるんじゃないでしょうか。というところでね、佐々木チャンネル、このね、2戦のね、総決行終わりたいと思います。明日、日本ハム対ロッテどうなるのか、
このニッパームの勢いを止めれるのかどうかね、誰先発やろう、種市北山かな、どうなんだろうね、ということで楽しみにいきましょう。それでは佐々木総チェックおしまい。